クイーン、アダム・ランバートは、イングランドのロックバンドであるクイーンのブライアン・メイ、ロジャー・テイラーとアメリカの歌手のアダム・ランバートによるコラボレーションバンドである。略称は、Q、AL、カル。2009年に終了したクイーン、ポール・ロジャースプロジェクト以来のコラボレーションバンドとなる。クイーン、ポール・ロジャースと同様、1九9七年に引退したクイーンのベーシストのジョン・ディーコーンは、 参加となっている。2019年現在、このコラボレーションバンドでのリリース作品は、ライブアルバム、映像作品の目となっているが、メイト・テイラーは、オリジナル楽曲をレコーディングする、可能性を述べている。2009年、クイーンのメンバーであるブライアン・メイト・ロジャー・テイラーは、アメリカのオーディション番組、アメリカン・アイドルにゲスト出演する。シーズン8の結果発表の前に、二人の演奏で、 最終候補者のクリス・アレンとアダム・ランバートが伝説のチャンピオンを熱唱する。メイト・テイラーはランバートのボーカルに惚れ込み、その場でクイーンへの参加を打診したとローリング・ストーン氏は伝えている。その件に関してその気があるのかと AP 通信がランバートに聞いたところ、それは難しい質問だね。だって正直クイーンにならないかっていう申し出をどう断ったらいいんだ そんなの信じられないよ。でも、今、自分でやりたいこともあって、それが僕の目標でもあるんだ。だから、できることなら両方やってみたいね、と述べている。2011年11月、MTV ヨーロッパビデオアワーズにてメーとテイラーは、ランバートと最強演師、ショーマスト、ゴーオン、ウィヴィルロックユー、伝説のチャンピオンの3曲をメドレーで披露した。アダム・ランバートは、 クイーンとの共演について、僕の見方としては僕は、フレディの代わりを演じるつもりも、フレディの上を行くつもりも、フレディと競うつもりも全くないし、そんなことはまるで考えてないんだ。フレディとバンドとで書いた音楽を歌って、それをステージに持って行って衣装をやるように壊れたって、ことは、すごい光栄なことだと、そう思ってるんだ。でも、見てるみんなが比較することばかりに気を取られると、 きっとライブを楽しめなくなるとも思うよと語っている。2012年6月から7月にかけて、ウクライナ、ロシア、ポーランド、イギリスの4都市で6公演を行った。2013年の活動は、アイハートラジオミュージックフェスティバル2013への出演だけだったが、2014年には6月から7月にかけて24公演の北米ツアーを行い、8月には、 サマソニ2014のヘッドライナーとして日本公演を行った。2016年にも日本武道館で日本公演を開催。2017年1月26日に北米ツアーを観光することが発表された。このツアーは2017年6月23日にアリゾナ州フェニックスから始まり、8月5日にテキサス州ヒューストンで先週楽を迎えた。4月に ヨーロッパ公演を行うことが発表され、2ヶ月後に2018年2月から3月にかけて、ニュージーランド公演とオーストラリア公演を行うことが発表された。2019年2月25日に行われた第91回アカデミー賞のオープニングアクトとして、ウィ w ィルロックユートと伝説のチャンピオンを披露。演奏終盤には、背後のスクリーンに赤いマントを羽織ったフレディ・マーキュリーが、 大きく映し出される演出があった。2018年12月3日、2019年7月から8月にかけて行われる北米ツアー、ザ・ラプソディツアーを発表した。同年4月7日、2020年2月にオーストラリアでスタジアム6公演を行うことを発表し、2019年4月8日にはニュージーランドでさらに3公演を行うことを発表した。 2019年4月17日、2020年1月の日本公演が発表され、埼玉スーパーアリーナ、京セラドーム大阪、名古屋ドームの3会場で公演を行った。2020年3月31日、世界的な COVID-19 パンデミックのため、この年予定していたツアーの日程が2021年まで延期されたことを確認した。ライブイン。 ジャパンサマーソニック2014ライブアラウンドザワールドありがとうございます。